メーテエルシャデ、はい、うん、まあ、ベルデハイルの速度リーダー 28% が一番大きいかなと。はい、スタンバイは大丈夫そうですかね。アイミン大丈夫でしょうか。スタンバイは OK ですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。では行きましょう。次元ホールバトルスタート、はい、ゴーゴー、頑張れ。さあ3回走で行きましょう、ね、はい、なんか4回か3回か迷ってて3回にしようってなったところで、うんうん、今気づいたけど縦割りがいないなって。おっと、おでもまあ大丈夫じゃないですか。最初さえ駆け抜けられれば大丈夫だと思います。そうですね、うん、まあ、ギルチャでもね、はい、3回がいいかもと思ってました。あ、よかったです、ありがとう強力なギルメイドね。はい、強力なサポートを得ております。第1回のね、お話の中でね、はい、ギルメンの方にいっぱい教えていただいてて、あれ、ミナエさんはみたいな感じで一緒になったのを覚えてますけどね。ミナエさんもしっかり押さえてますからね。もちろんございます。さあ、楽園でね、楽園があるさっていうコメントをいただいてます。そうですね、ありがとうございます。精神的に支えていただいてます。はい、そうですね。さあ、これはどこから狙っていきますか。これは端を倒そうみたいな。はい、どっちから狙ったらいいですか。右かな。うん、なるほど。アーマンから。アーマンからいきます。え、右ですよね。はい、ベアマンベアマンお願いします、はい、みたいなね。ベアマンお願いします。いや、懐かしいですね。懐かしいですね。今言うことあまりないという感じになってきてますけど、さあ、まずはベアマンをサクッと処理して、両サイド反撃ベルで手の内をちょっと明かしていったかさあ、持続ダメージ忘れてください。さあ、忘れてくださいって言ってます。私はしっかり拾います。いいよいいよ、ね、きっとこの後のバトルにも何かしら影響が。さあ、ラクインが入った。いい削りは入ってます。いいですね、うんうん、しっかり両サイド倒しきったので、うん、ここからは安心して削っていきますね。そうですね、回復もみんなありますからね、はい、安心ですね、まあ、エギルも自分で回復できますし、はい、ジルーシャの回復ありますしね、プランも回復できる。ベルデモもちょっと曲してきましたね。さあ、ここはどうしますか。まず一旦オートで、あ、右から狙っていきましたね、はい、まあ、ここ水属性多いからそうなんですよね。なんで、あの、キャットを落としたい。キャット、はい、あ、やばい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 、回復を手動に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 さあ、これは起こさず行くのかどうかですね。どうしたら良い。落とせんじゃね。あ、いや、でも起こさない方がいいか。落とせんじゃね説。ちょっと眼鏡。あ、落とせます。落とせます。眼鏡使いますか。なんでそこ度数を共有しとんねん。あ、回復しましょう。さあ、回復。ご自身に。ご自身にね。はい。あ、でもいいんじゃないですか。これで。はい。良かったです。さあ、ここクリ出てくれるなよと。あ、エルーシャ、エルーシャがやばいな。ただエルーシャは水属性なので。ああ、もういいよ、真ん中へ。さあ、ここしっかり安全見て両サイド倒していく。まあ、縦割りつく可能性あるんでね、しっかり左も倒しておくと、うん、大丈夫ですかね。危ない中ではあるが、でも大丈夫そうですかね、うん、しっかり回復しながら、まあ、危ない場面になってももうオートで行くっていう固い意志を感じますね。感じますさあ、持続ダメージ入れながら、はい、ここで回復、こここまめに入れたいところではあるので、なるべく安全圏に安全圏にしていきたいところ、ね、ただまあ、でも HP としてはいい具合に戻ってきた、はい、免疫もついてる状況で、まあ、免疫貫通するんですが、おお、そう、止めつつね、止めつつ、あれ 左ですよね、はい、さあ、ただまずはしっかり回復かな、はい、うん、剣舞ついてる間に、はい、時間は関係ないのでね、これはしっかりとゆっくりで大丈夫よ、しっかりと癒し空間、耐えてる、応用力がすごい、耐えなかったらやばいものお茶会が始まりました。はい、はさあ、スキル封印がね入ってしまうんですが、うん、このスキル封印とかがね、あの、ちょっときついっていう方はテトラ、回復属性のマーメイドかな、まあ、回復僕は何も言わない方がいい。回復ですか。回復、あ、でもね、回復がいいというふうにおっしゃってます。はい、エルーシャを回復する感じですか。あ、そうです、はい、そうです、はい、はい、通訳しながらいきますね大丈夫ですよ。回復しましょう。さあ、誰を回復、自分を回復で、で、寝かせよ、うん、あ、いいですね、しっかり決めて。あ、これちょっと実況席パリにありますので、ちょっと人生からの音声が、ここでも時差がね、時差が出てしまうところ、
しっかり回復してベルで入るのゲージアップ、はい、よっさあちょっと今ヒパンが殴ったときにあっこっていうあこっていうさあ皆さんもコメント返してあこっ AGO あこロングロングあこ言いたいだけ。いやもうもう誰しも一話ここで言葉にしてしまう、うん、絶対中学生ぐらいの時いじりましたけどね。さあ残すところはボスだけだ、うん、まあこうなるといけるでしょうかね。でしょう。どうだ、よほどの不幸がない限りは。そうですね。一瞬ヒヤッとしましたね。そうですね。やっぱルメールは難しいですね。3回でもこれですからね、難しいですね。やっぱりそのキャラクターの耐久力がすごく大事なダンジョンになっているので、うん、そうですね。クムヌとかいいって言われてましたね。ちょっと待ってなかったので、ね、あーよかった。いや無事クリアです、はい、突破しました。3段階なので7ポイント、はい、着実にポイントを重ねていきました。そして、これ二次覚醒で、はい、5ポイントも追加で12ポイントですね、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。たくさんの拍手コメントありがとうございます。南先生ではね、あゆみんの部屋の方に移っていてください、はい、さて、次がいよいよラストチャレンジャー、一体誰が誰がいたかな、いるのか飛び出すのか。あれなんかもう行こうとしてるけど、もう行ってるけどもう行ってるけど、チームキングまあ、キングはねやっぱ仕事が早いので、やっぱ王者はね何者にも縛られない、うん、己のタイミングってものは存在してるのでしょうがないから。今日はいつも最後ですね、今日はいつも最後ですねって言ってます。いやもうもうきっとね多分いける、いろいろトリを重ねてくださる、はい、大丈夫でしょう。そしてよろしい。さて現在マッサンと、はい、ナミさんアリーナの方でスタンバイをしてくれておりますが、最後ということである意味プレッシャーがあるようなないような立ち位置、まあ、そうですね、はい、気軽、気持ち楽にね、はい、もうあのみんなクリアしてきてるんだっていうところで、まあ、クリアを意識した、まあ、松さんらしい安定を意識した攻めになってくるんじゃないかなと。ちょっと見てみないと分かんないじゃないですか。マジっすか。え待って、待って攻めます。なぜ不安要素ここで出してくるのか。攻めてなかったらめっちゃブーイング込みきますよ、ブー。では見ていきましょうか。松さんは攻めているのか。安定の3段階でもさっきから3段階もかなり難しい印象ありますから、攻めてるんじゃないですかこれ。難しいと思いますよ、3段階。じゃあ、並木さんに頑張ってもらって。ここはね、先生としてのある意味試練を、はい、私にも見えましたけれども、並木さん、スタンバイよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。では行きましょう。次元ホールバトルスタート。行きます。でしたね、さあ、3階層。まあこれ手動で全然 OK なのでね、やっぱそのオートで行くことの難しさみたいなものを感じてますね、先ほど。うちはオートで行くんですか。なるほど、男気じゃないですね、女気感じますね。すいません、松さんだから男気って言っちゃいましたけどパリの力をね、いかんなく発揮してもらって、ちょっとパリっぽい感じもしますよね、こういう時ね全然しないです、ね、無理がありますね日本ではないな、確か。パリの時から、まあもう新ダンジョン来るとは思ってなかったですからね。早かったですね、やっぱり来るのが、うん、しっかり、まあ、年内に入ってきたなと。いいですね、その定期的に新しいのがあるっていうのは。ね、まだね、丸い穴が2個残ってますからねさあ、中央から行く。中央から正面突破。正面突破で、いやさあ、おお、いい削り。お、いけるか。さあ、しっかり、あお、わお、あお、おー、もうちょっとさあ、この状況を見て、ターゲットが切り替わった。なぜかわからないけど切り替わりましたね。素晴らしい判断力いやこれは並木さんの判断でしょう。いやもうもうきっとここまで育ってきた状況判断。サークルが見えなかったんですけど、多分もう並木さんがこれ危ねえと。いやこれ状況判断素晴らしいですね。左にサークルついてました。あ、ついてました。ついてました。あ、素晴らしい。このやっぱ判断力問われてますね、うん、こういうとこプレイヤースキル大事ですから。ここは右側から左右からの自由に行ってましたね。自由ですね完全にオートなんで苦手、得意属性から行ってるみたいな。なるほど、縦割りついたとこに攻撃飛んでくんじゃないかっていう感じですかねそこを含めてのね、もう任せてると。そうです、フリーダム、キャラを信じてるってことですよね。エギルがね、やっぱ強いんですよね。あ、いいですよね、エギル。楽園縦割りついてる状況でゲージ吸いながら殴ってくれますから、処理が早いですよね。さあ、ここも中央行って、ちょっとクエンクマルも触りながらちょいちょいつまみにしてる。ジムなんでね。あ、でもキャラが、いやこれクマルだなっていう判断ですよね。あ、ちょっと縦割りつかなかったからクマルでスキル封印つけられないしよっていうベスト判断じゃないですかこれ。完全にもう AI 優秀ですね。めちゃくちゃすげえな、これが世界の松と
世界を感じてきた並木さんのチャラいチームワークの勝利。AI が優秀。AI が優秀。これがパリ AI。お疲れ様でございます。こちら3段階突破ということで7ポイント。しっかりと取りました。こちらね、自覚性。自覚性で5ポイント。はい。お疲れ様でございます。素晴らしいブレイクでした。ありがとうございます。パリを感じる戦いでございました。ありがとうございます。完全にパリでした。大胆マサはね、皆さんの方、選手控室の方にお戻りください。自由革命うまいね。うまい。うまい。いいね。コメントしてのジャンルあるかな。はい、さて現在の途中経過見せていただきましょうか、はい、今こんな感じになっております。どうぞ。うおーわお40ポイント台にもう手をかけましたな。飯田くん来ました来ました。ただ青山さんと飯田さんの点も16点差なのでこれ本当最後まで分かんないです。確かに、はい、うん、ちょっとですね現段階まで終えてみての皆さんの気持ち聞いてみたいので、はたぱいせん、はたぱいせん、今控え室おられますでしょうか。はいはい、こちら控え室の旗でございます。映像来てますかね。はい、はい、来ておりますよ。ね、はい、旗でございます。はい、でちょっとここまでのね振り返りを何名か聞いていきたいと思います。もうガンガン聞いていきましょう。お願いします。あやみんさん、はい、ここまでタイムアタック次元ホールいかがですか。はい、次元ホールなんか一人だけ私めっちゃ時間使っちゃってびっくりしました。びっくりした。びっくりしました。なんかみんなずっとオートでいけてることにびっくりしましたけど、まあでもクリアしないとね点数が入らないので安全が第一だと思います。じゃあその隣の並木ちゃんいかがですか。いやもうなんとかクリアできました。なんとかクリアできました。なんとか、まあオートですけど全部さっきオートで松さんがね実況席でなんかいきなり変えましたねみたいなこと言ってたけど、何を何を何を変えて。いやあのターゲットが急にあの狼の方に映ってたから、なんでかな。手が当たっちゃったんだ。何も触ってない。あれは触ったつもり、触ったつもりはなかった。でもずっとこうやって、こうやって見て、こうやって見てます。じゃあ、あの無意識のあれだったみたいですね。無意識のあれだったみたいですね。じゃあ、クニーさん行こうかな。はい、クニーさん、いかがですか、ここまでの振り返ってみて。まあ、2位ってことで、まあでも悪くはないんじゃないかなと思いますね。うんうん、ただ、さっきタオル落ちた時は本当にびっくりしましたけどね。ちょっと手動が間に合わなかったですね。そうですね。見てない隙に。一瞬で本当に解けました。1秒で消えました。1秒で消えた。まあでもね、本当にまだ控え室、結構みんなね、和気あいあいとやってるんですけど、うん、まあ、ここからがね、本番にもなるんじゃないかなと思っているので、ここからさらに頑張っていただきたいと思います。実況席にお返しします。ありがとうございます。旗パイセンのね、素晴らしいインタビュー聞いていただきましたけれども、はい、そうさっきね、うん、言っていました、ここからが本番になるんじゃないか。そうですよ、メインイベントみたいなところありますから。皆様お待たせいたしました。続きまして最後の戦いでございます。最後の戦いはワールドアリーナトーナメント。はい、来た。これは1対1のトーナメントで、はい、いよいよみんなで戦ってもらうお時間でございます。じゃあトーナメント表見ていきましょうか。はい、こちらですね。よいしょー、バババババ、じゃあね、はい、ちょっと2人で、ね、はい、共同作業で持たせていただきたいと思います。はい、このようなラインナップで戦っていくんですが、ちょっとこれ見てね、なんか1位がそうですね、ここにここにいるということなんで、はい、ちょっともろもろと、はい、皆さん感じる部分もあると思いますが、まあ、今回はこのトーナメントで戦っていく。まあ1位の方だけは絶対に戦う回数が2回になるようになっている感じですかね。はい、はい、なんかちょっとポイントが今足りてないという言い方おかしいかもしれないですけど、ちょっと低めの方はなるべく CD とかに入って少しでも戦う回数増やしてちょっとだけ点を取りたいかなっていう感じですかね。勝利ポイントをね、うん、重ねていくことができれば、まあ、総合ポイントの合計値で優勝が決まるので、はいはい、ぜひねこのここに入ることができればもうねうまいことチャンスを掴んでいっても過言ではございません。はい、ちょっと一回ねトーナメントに置きつつ、はい、今回はトーナメント戦でねさせていただきます。はい、はい、でただですねこの枠なんですがどうやって決めていくのかということですよ。まあ、ここまでねいろいろと実力の勝負ありましたが、やはり勝負というのは実力だけでは決めていくことはできかねます。はい、なんと運命力でこの枠を決めていくことでくじを引いていただきましょう。勝負は時の運も大事です。はい、ではくじが、くじがなんか今出てきますかね。あ、なんか向こうの、ね、選手の方で引いていただきます、ね。はい、はい、では選手の方で引いて、はい、旗パイセンお願いします。はい、じゃあ、あやみんさん、あ、2位の方から、クニーさんから、あ、僕失礼いたしました、失礼いたしました。クニーさん、それでは、はい、A か B か、一回持って持っていいですか。トーナメントの A か B、 頼むよ、クニー。 2V1、 A か B、 こちらです。クニーさんは C、 うわー、 C です。 C
初っ端です。C 君が C。はい。なるほど、運命的なこれは。じゃあ、はい。あやみんさん。はい。じゃあ、さあこれ、はい、運命の D 引いたらすごいことになりますね。本当に。D をやめて。D をやめて。D をやめて。どうだ ？D を引いたら。あやみんさんはこちらです。D。D。すごい。運命とは。激アツがいきなり。なるほど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 。あちちの地でございます。やりおりますね。見せる。引きで見せる。なるほど。はい、じゃあ続きましてが、なみきさんですね。まあ、これどっち引いても。もうどっち、まあ、A だ、 B だ、 A だ、 A だと、ちょっとベルデハイルの下目に名前が書いていただきます。A なのか B なのか。じゃあ発表お願いします。おターン A。A。A が来ました。さあターン A。一応ね、青山さんもしっかり引いてみましょうか。もしかしたら D って出るかもしれない。もしかしたら D 出るかもしれない、青山さん。あ、そうですね。もしかしたらね。もしかしたら D 出るかもしれない。もしかしたら Z で枠入ってないかもしれない。何かが起こるかもしれない。それこそ勝負、時の運。B でーす。ですよねー。はい、B いただきました。ありがとうございます。はい。しっかりと皆様に引いてもらった、表が今完成しましたので一旦こちら確認していきましょう。ハタバイセンありがとうございます。さてこのようなトーナメントの形になりましたが、はい、まあ波乱を生みそうなのはね。そうですね、まずはい、C と D をピックアップされました。クニー君とあやみ3位の戦いですからね、まあ、どうなっていくのかは皆様しっかりとこの戦いを見届けていただければ幸いでございます、はい、そしてですねまたお知らせがございます。第1試合は、まあ、C と D の戦いになるのではい、はい、C と D は国君と、はい、アイミンの戦いですね。で第2試合が A と B の並木さんと青山さんの戦いになります。でこちらですね各試合一本勝負になるんですが決勝戦のみ日本選手とさせていただきます。決勝戦のみ日本選手となります。はい、という形になります。そしてトーナメントで手に入れることができるポイント見ていきましょうか。お願いします。こちら、おお、なるほど、これはでかいんじゃないですか。30めちゃでかいですよ。はい、30ポイントで、優勝すると結構ね総合優勝にも近づけるという形になります。優勝、総合優勝が大事ですからね、はい、まあ、このトーナメント優勝って書いてありますけど、ね、トーナメントの優勝なので総合優勝は今までの総合ポイントの獲得で、ね、合計になりますのでよろしくお願いいたします、はい、さてただですね、先ほど言いました、はい、一筋縄ではいかないこのトーナメント、理由がございます、はい、バトルのたびに特別なポイントが加算されます、はい、こちらもですね、やはり今までのルールと同様、二次覚醒モンスター、はい、これが入ると追加ポイントになります。で、同属性でもプラス5ポイントが付与されます、はい、で、今回はですね、負けてしまうと特別ポイントは付与されません、はい、勝った上で二次覚醒を使っていたりね、同属性でまとめていたらポイントが入りますという形になります。で、うまく使って逆転をしていただきたい。ただもう一つ追加ルールございます、はい、これがまあ果たしてどうなっていくのかという形になるんですが、うん、トーナメントで各塾生くじを引いてもらって特別追加ルールを設けるという、まあ、そのバトルでね、その戦いにおいてバラバラのルールになっていきます。で例えばなんですけども、まあ、星の、ね、合計値の縛りがあったりとか、はい、あとは、うん、まあ、このモンスター使っちゃダメですよみたいな縛りがあったりとか、うんうんうん、という形になるのでそのあたり各試合楽しみにしておいてください。はい、なるほど、まあ、もしね相手が強くて、まあ、不利だなと感じた場合それを使うことができます。状況に合わせて戦略をそこ別のところでも組み立てることができるということですね、うん、なのでこのルール引いたからといってもそれになるっていうわけではないです、まあ、使えるかどうかですね。そう、権利を手に入れられる。例えばそのモンスター使用禁止のルールを使える権利が与えられました。でもそのバトルにおいて使うかどうかは塾生の判断に任されます。でもし使った場合はその戦う人と対戦相手、自分と対戦相手両方にそのルールが適用されるので皆さん気をつけてください、はい、まあね、やっぱり今まで頑張ってやってきたことなので、いやいやもう俺は自分の力のみで戦うよという方はそれでも構いません、はいはい、どんな戦いが出るかはお楽しみにという形でございます、はい。ではいろいろ喋ってきましたけども、まあ、ルール全部入ってなくても戦いを見てもらえばどんな感じになるか分かると思いますのでよろしくお願いいたします。お願いします。さて行きましょうか、はい、追加ルールのくじから引いていきますかね。はい、では行くのですが1位の人から追加ルールのくじを引けるという形なので、うん、なるほど、旗パイセンに
ちょっとパスを振らせていただきましょうか。ハタパイセン、今スタンバイできてますでしょうか。お願いします。はい、できております。こちらにルールの入った箱がありますので、1位の人から引いていただきたいと思います。じゃあ1位飯田くん。はい、飯田さん、はい、お願いします。はい、何のルールを引き当てるかですよね。まあ使う使わない自由ですからね。何が出てくるか、ものはね、ちょっとハードル高いな。せーの、はい、開いてください。使用モンスター無制限。あ、なるほど。いいいいやつ、いいやつ引きましたね。これはどういうことなのかっていうと、あれですね、まあ対戦相手が何かこれを制限をしていこうっていうのが出た時に、いやいや無制限でやっていこうぜっていうルールを、ルールで打ち消しができるという、まあ、ある意味最強のカードって言っても過言ではない。結構いいルール引きましたね。引きたいですね。はい、じゃあ続いていきます。国井さん、お願いします。星制限とか来た時に、いや制限させないぜって言って、漏らしていただいても大丈夫ですよ。さあ、お願いします。何を取るか。でで純正星のモンスター使用不可。うわー、これはかなりでも使わなさそう。うん、自分にもね、このルールが適用されてしまうっていうのはね、お互いなので、これお互いなんだ。やっぱみんな今回の戦いに合わせてね、順号とかにルーンつけてきたりしてると思うんで、まあ、これは結構リスクもあるようなカードですよね。正直このトーナメント中1回も使われないっていう可能性もゼロじゃないです。はい、それも先月ですね。はい、じゃ続きまして、3番手の方に入ってもらうので、3位が、はい、今点数がちょっとどこかに行きます。あ、そうですね、はい、はい、3番手の方が今は、アヤミンさんですね。はい、アヤミン、アヤミンに引いていただきましょう。お願いします。さあ、何を引くか、でも何のルールが他にあるかですよね。おお、みんなバラバラな引いてますね。戻してるのに。モンスター星合計20以下と。なるほど。難しい。なるほど。まあ、はい、スペシャルリーグ的な戦いですかね。はい、まあ、使うか使わないかも自由と。ありがとうございます。じゃ続いて並木さんですね。はい、お願いします。減ってます。ハード減っててますかね。さあ何が出るか。じゃじゃん、お願いします。おお、20以下。20以下。あ、一緒です。まあ、この同じカードを持っているという状況になります。うん、そして最後、はい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 、全試合の中で1回だけ使うことができるものになっております。はい、ただまあ、ね、使うか使わないかは皆さんの判断にお任せしますし、はい、本当にこのトーナメント中1回も使われないということもあります。はい、多分大いにあると思います。はい、はい、そのあたりは皆さんしっかりと、はい、ご自身の状況判断に応じてやっていきましょう。はい、では熟成がルール手にね、ゲームカードも決まったところでトーナメント移っていくんですが、はい、トーナメント戦なんとですね、先生のセコンドはなしです。はい、己の力のみで戦っていただく1対1のタイマン対決をさせていただきます。では第1試合早速ですが、スタンバイに移っていきましょう。第1試合は C と D の対戦カードに来ました。はい、ね、国井くんとあやみんの戦いとさせていただきます。お二人はバトルアリーナの方に移動よろしくお願いします。いやー、この二人の試合見たかったので、まあ、トーナメント形式と聞いたときに実現するのかどうかという気になってましたけれども、神様は優しかったですね。なかなか、はい、見せ場を作ってくる、エンタメの神がついてますね、 はい、まあ、これはお互いに、まあ、意識しているところもあるでしょうから、対策考えてきてるでしょうね。さあ皆様、引き続きコメントの方たくさん書いていってください。よろしくお願いします。先ほど1000コメント到達したので、不思議な召喚書を、1つ獲得できましたが、2000、3000と超えていけばその分プレゼントも増えていきますので、もう書くことがなければ頑張れ頑張れとたくさん書いてもらえればもうこれ幸いでございます。はい、はい、だいたいね、ニコニコのコメントって見てれば見てるほどね、何書いていこうかっていうの迷ってきますので、さて、ここでですね、先生方はこの実況ルームに、はい、来ていただくということで、はい、まあ、2人今回は、はい、来てもらっております。はい、ようこそ。先生とね、ミネ先生でございます。お疲れ様でございます。ではようこそ。いよいよ、い引いてはいけないところを引いてしまったね。いやでも引いてほしいところ引いてくれましたけどね。いやね、見せ場で、あの、なんだろう、放送的には一番いいんやけど、うん、個人的に、いやー、まずね、50% 外して、おでね、また
ここで、はい、引いていくってね。 D だけ湧くんだよって言ったらその 75% 外してくるやっぱりねフラグなんですよね、うん、あ、違う、66% 外してくるんですね、はいはい、3分の1を引いてくるっていう、いや運命力やっぱありますな、はい、うん、さあ2人の緊張した面持ち、まあやっぱりこれは1人での戦いになるので、まあ、いかに今までその練習してきたかってことですよね、うん、ワールドアリーナ本当に戦いの最中の判断大事なので、はい、さて両選手、テーブルつきましたのでいろいろと伺っていきましょうか。対戦意気込みはそうですね、じゃあルール使うかどうか聞いた後の方がいいかもしれないですね。そうですね、はい、では順位順に伺うとすればまずクニー君、はい、はい、対戦特別ルール今回使いますかどうでしょうか。使いません。使わない、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃ続きましてあやみ、今回ルールは使いますかどうでしょうか。使いません。使わない、ありがとうございます、はい、来た。それではそれぞれ意気込みを伺っていきましょう。クニー君、今のお気持ちいかがでしょうか。はい、もう一回お願いします。ああ、じゃあ今から戦いますけど一言意気込みお願いします。はい、はい、ちょっとあの中間試験の時隣に先生がいらっしゃったんで全然緊張しなかったんですけど、今回もう完全に一人なんでちょっと緊張が結構すごいですね。でも頑張りたいと思います。ありがとうございます。続いてあやみん、はい、意気込みをお願いします。はい、あの一番引きたくないところ引いちゃってもうすでに半泣きなんですが楽しめるように頑張ります。ありがとうございます、はい、それでは第一試合に向けてスタンバイが整いつつある中でございますが、2人ともよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。頑張って。パチパチパチ。さあ画面切り替えがね、いけそうであれば、いや一番見たかったけど一番見たくねえなマジで。だねー、対戦姿勢はどっちがファーストかも分かんないですからね。あ、確かに確かに。さあサムネが変わっている、ちょっと可愛くなってますね。さあサムネ鑑定士の井上さんは今日いないんでねさあベルで入るファーストから入っていくあやみさん。あ、ベルでか。二次覚醒もね十分取られる可能性あるので奪い合いになってくるところありますよね、うん、今日エルーシャ、ベルアで、あのベラですごく目立ちましたので、うんうん、そのあたり出てくるかどうか、まあその点数を意識しながらのプレイングって難しいところだと思いますが、ガニフランでガニを止めた。そう、ガニ持ってるの知ってるんでね、ここまずはガニを取っていった、うん、ただ免疫は飛躍いるのでフランは譲ってもいいという判断でしょうか、うん、さあ火属性が2体並んで3体並んでいった、うん、さあこれ見て二次覚醒エルーシャをまず取りながら属性合わせつつですね、まあここまあ、あやみんさんがラスト何持ってるかっていうのをかなり暗記してるかどうかっていうところも大きいと思います、うん、さあ相手は何をバズが水属性並べていってということはあやみんさん、なるほど、あの、まあ、何を準備してきてるかですね、まあ、当然風パンダ出てくるでしょう。さあさあエギルを先に取っていく。なるほど、これはエギルを取ることによって相手の水属性モンスターを、止めていくという考え方ですよね。当然風パン取ることによって、まあ、バン誘導もかけてるでしょうから、まあ、このあたりバンをされることを想定してのピックですね。非常にバランスのいい形。さあこれ見て何取っていくかっていうのが非常に難しいところで、ドーラコを選択、うん、巻いていきましたね。さあこのドラコがどう刺さっていくかですね、まあ、飛躍とベルデを意識したところなのか、これはお互い手に汗握る。先生方はもうのけぞって見ております、ね、さあタオルバン、そして風パンバンということで始まりました。いやあやみんさんパワー感じますね。これ火属性体力リーダーにして戦いが始まります。ベルデエギルの形が怖いか。さあ速度でまず上を取れるかどうかですね。5ヶ月の集大成が、まずはしっかりドラコで上取ってガニが間に合う。おお、さあここはまずはどうするかですね。まだメインあ、反撃入らない。危なー、俺反撃来ると思った今マジでさあここ2ターン睡眠をしっかりベルデに入れて止めていく。オッケー、ここまではオッケー。さあまずダフニスお祈りから始まりますかね、これは。あ、そうだね、俺のね
入らんのかいがまた入るの、はい、入らんのかい、 いや今回入るんかいかもしれない。さあバフを2個しっかり奪ってあっとそこに剥がし縦割りに行かなかった、そこに行った、さあここでさあ剥がさないと縦割りがつかないのでこの間に回復を間に合わせていく。さあ先生が今大きく机にすぐーってなってましたけれども、さあこの間にまだ歓喜打つかどうか悩むところ、まあ、難しいところですよね。回復一旦打ってから次歓喜打って二ターン睡眠戻しつつっていう展開ですよね。ただ全体打って起こしに行く、起こしたな起こしたね。おはようございます。これはおはようございます。おそらくですけどフランのゲージ下げからのエルーシャ間に合うっていう考えだとしたら相当テクイです。うん、さあ声にならない声が聞こえる。さあ、ま、回復これだって言えないですもんね。さあ届かない。ここはなんかもうものすごいなんかこの口の中がモコモコするんだけど。なるほど、ドラコで戻してベラデを止める、ベルデを止める、これはでかい、でかい、これはでかい。さあ剣でバフ、いやそろそろダフニスまた、降るので、お縦割った、縦割ったんですが次が怖いですね。次ダフニス帰ってくるんで、いやでもスキルマかどうかわからんから、ね、なるほど、そうそうそう、スキルマじゃない可能性、そうそうそう、そこまで計算したプレイングなのか、2ターン戦しっかり入れて、いいいい、さあどうでしょうというミネさんの声から若干の不安が感じてますがさあ魔風が帰ってきてるのでここで飛躍しっかり延長を入れて、はいはい、さあこれはあれにあれにそっちか、あでももうそうした、さあ、はい、打ちつつこれどうなんだ、さあリスクを取って、リスクを取って、リスクをだ、ビオランさんこれ ね、あの自分でやったのがマシっす、いやそらもう今まで育ててきた熟成の成長をここで見守る、いや先生の務めを、ね、あの親心って分かりますね、さあ豪華でなるほど、ドラコを倒しきり、さあ硬いシールドが入る。2ターン睡眠打ちつつ攻撃バフあるのでここでお互い1体ずつ倒しきった形になった。さあ、はいはいはい、ここからはヒアーク、まあ、こういうところでしっかりエギルに、ね、ミスをつけていきたいところですよ ね、エギルにミスをつけることでエギルの火力を止めていく、あるいはっていうところですが、さあ回復を打ちつつめっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってるめっちゃ笑ってる、もしかしたら何かに憑依されるかもしれない。まあ、こちらからの音声は届いておりませんと思いますので大丈夫ですよ。あ、届いてないんですね、はい、全然届いてないんだ、アドバイス当然ないんで、はい、もうめっちゃなんか届いてんのかなと思って、さすがにこれ届いてたらもうやばいね。あさあ会場、あごめんなさい、近いもごもごしてたよね。さあエミール止めて、いやーフラン落ちますね、これ落ちるね。さあダフニス豪華3回目、これフラン落ちると、でもねこのダフニスのね剥がして縦割りっていうの分かってないけど、どっちどっち分かんない。でもいいんですよ、もうバフがないんで、うん、もうバフがないんで、うん、まあそうですね、ダフニスはただ淡々とやっていけばいいだけです、うん、さあここからです、めっちゃ大事なのはここからでエギルにしっかり入れてゲージ下げしつつ、うん、ナイス暴走と言わざるを得ない。さあダフニス睡眠で止めてる間に、いやこれ難しいとこ、エギル狙うっていう選択肢もあるんですよね。さあいやそれでエギルでしょ、エギル行く、うん、で凍結したら多分もう勝ち確やと思う。さあ倒しきって歓喜念のため入れながら眠らせて、一応眠らせて確定眠り、さあ確定睡眠からの倒しこの瞬間めちゃくちゃいい勝負だった、さあ名勝負、お疲れ様でございます。いやー飯田くんは二次覚醒エルーシャを使っても勝ってますからね、はい、ここも大きなところです ね、いやすごい戦いを見せていただきましたけれども、いやーすごい、お疲れ様でございます。まず、化粧に、ね、近づいてきたのは、はい、クニーくんということで、はい、一歩リードでございます。お疲れ様でございます。お疲れ様、はい、じゃもろもろね先生方今話を聞いてると結構もごもごしてましたけども、いや、はい、ね、心臓に悪いよね、お互い違う違うって言ってた、
感じなんですけど、まあでもこのトーナメントのね、うん、厳しいところを引いて、まあ、なんかプレッシャーとかがいろいろあったと思うんで、その中で、ね、よく戦ってくれたなと思って、もう拍手です。ありがとうございます。なんかみんなが見たい対決が見れた、うん、見れたかな、見れた、私も。ただまだバトルは終わっておりません、この後もどんどん戦い続いていきます。まずは応援してくださった、はい、土先生、南先生、ありがとうございます。一旦、はい、控室の方にご移動くださいませ。はい、で移動しているタイミングで皆さんにお知らせがございます、ニコニコ生放送のコメントが2000突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。2000突破しましたので、不思議な召喚書公式ツイッターよりね、プレゼントが、ね、配布されておりますので、ぜひ今のうちに公式ツイッター確認してみてください。あと1000コメント、ね、はい、プラス追加できればもう1個いけるはず。皆さん、はい、いろんなコメントいっぱい書いていてください。よろしくお願いいたしま す。では第1試合が、はい、終了したところで、第2試合が並木さんと青山さんの戦いですね、に移らせていただくので、お二人はバトルアリーナの方に移動してください。よろしくお願いいたしま す。いやー、いい勝負でした。面白い、確かにプレイングいろいろね違うとかいうお話ちょっと先生方おっしゃってましたけど、やっぱりあの場で、かつやっぱりそのプレイヤーによって考え方いろいろあるので、やっぱこういうあと戦いですよね、まあ、今日一つの集大成として戦ってますけど、まあ、その振り返りをする中でまた選手がね成長していくといいなと思ってます。はい、さて、現在控え室の方に、はい、カメラが行っておりますが、改めて続いての試合、第2試合は並木さんと青山さんの戦いになりますので、はいはい、こちらご移動していただきますと幸いでございます。移動よろしくお願いします。そして、松さんとね、カニさんはこちら実況席の方に来てください。さあ、師匠はいないけどエンジェルモンはいるという、ね、師匠の形見なのかな、ね、師匠、逆にもう師匠なのかもしれないですね。あ、そっち？あ、もうカニさんじゃなくてエンジェルモンだったという。なるほど、だいぶなんか柔らかい感じの絵面が続きますよ。そしたらね、さあ現在お二人が席の方についてくださいました。この後ルールを使うのかどうかっていうところもね、見どころの一つになります。そうですね、まあ、第1試合の方はノールールで、ノールールで行きましたけれども、はい、はい、ではお二人が来てくださいました。よろしくお願いします。確かに俺も来る。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあもろもろと聞いていきましょうか。まずは、はい、選手のお二人にですね聞いていきたいのですが、まず並木さん、はい、はい、今回ルール使いますでしょうか、いかがでしょうか。はい、緊張するんですけど。え、何？ルール、追加ルールの方を緊張感伝わってます。大丈夫です。ルールはパリッと出てきた。はい。先ほど引いたカードを使っていくのかどうか教えてください。使いません。使わない。かしこまりました。ごめんなさい。では青山さん、同じく追加ルール使うのかどうか聞かせてください。使いません。なるほど。己の力のみで勝負。ありがとうございます。では意気込みを伺っていきましょう。ナミさん。ここは。ここ。はい、ここセコンドついてますよ。緊張するんですけど、自分を信じて頑張ります。おー、ありがとうございます。では青山さん、同じく意気込みお願いします。はい、正々堂々と楽しく頑張りたいと思います。ありがとうございます。それでは戦いの準備に移ってください。よろしくお願いします。で、画面切り替えが大丈夫なようでしたら、画面の方をスッと切り替えてもらえると、はい、適宜こちら喋り始めますので、よろしくお願いします。はい、さて、カニさん、松さん、はい、今の心境としてはいかがでしょうか。カニさん、どうなんですか。いやー、もう先行引くだけですね。いやー、あーもう最初から、さあ、フラグの帝王先行引くだけですね。うん、終わった。いつも通りね。お、ミッチー、しかもドラゴン、ドラゴンじゃないや、ガロー、アンタル取られてますけど、おー、属性しっかり合わせて、おー、この、あ、いいね、いいね、タイロン、やっぱ愛してるんですね。愛して、愛したいの。はい、おっと、あっと、実況席の空気も凍結、凍結しました今。たさあ、二次覚醒エルーシャ入れて、あ、ティアナ、おお、これも面白い。で、ハトホルが輝いてますね。3000と輝くハトホル、ラストピックでミサーキングさんと、てかピックが早い。確かに、もう確かに、もう決めて、決め打ちみたいなもんですからね、うん、しっかりとお互い速度パ的な感じのことをしようとしてるかと思いきや、うん、自身のバンもこれは、まあ、ハトホル取ってるところからして決めてたって感じですかね、うん、さあ速度勝負。ただ速度リーダー選べる青山さん、どうするのか。さあ
コメントではベルで入るベルで入るという呪文が二人に送られてる。飛び交ってますな。これもしかして飯田くんが書いてる？あ、自分で自作自演ですか。可能性ある。体力リーダーに。さあ抵抗リーダーでこれはタイロン対策ですかね。ありだと思う。はい。まあ、ルシェンで吹き飛ばないという前提。怖いですよね。ルシェンはやっぱり。ルシェンが繋がってるかどうか、そしてアンタレスがピコモンするかどうか。おー、さあまずはタイロンが一番早いぞ。早い。あれなタイロンこんな早かったっけ？ピコンして、うわお、暴れた。暴走ピコンやめねえや。さあ暴れて、まあとりあえず全体打って下げ、そして免疫張っていくが、解除だ。これ解除ティアナあるので、いやただこれどうなんでしょう。二巡目回すために上げ切ってもいいっていう感じしますけどね。ハトホル動かすっていうタイミングがあるんでね。さあこれハトホルのここ次第やね。ここですね。さあ落ちるか落ちないか落ちるか落ちないか落ちない。さあピンク。おお。おお。生存。ナピスで吸って。え嘘。硬い。さあ。耐える。耐える。耐える。これがパリ。ムキが狙う。いやいや。スキルイチャー。スキルイチャー。あスキルイチャー。落とした。そしてピコン。ピコンした。ピコンでボート。おお。縦割り虫。縦が。ああもうそれだけした。おいピコンすやってよ。ただまだわからない。超消しにするよ。すべてを超えていく。さすが超越者。さあ睡眠はとにかくティアナ。なんでティアナ行きたがるの。さあ後でしっかり聞いてください。行け。いいですね。でもなんかあのビギナーって感じがしていいですね。5ヶ月しっかりやってきて、さあ縦割りはつかない。マジか。抵抗リーダー選んでましたからね。抵抗リーダーの力。そうか、そうか、抵抗リーダーの力だね。しっかりティアノにつける。いや水属性に行ってほしいんだけど。さあ水属性逆に、おおおお、わからなくなってきた。まずティアナを処理。さあとにかくティアナですかね。さあ暴れていく。さあどっち行くかで。まっちゃうねこれね。いや全然全然ありますよ。ミスして睡眠。あ睡眠打って。なんかさっきからミリ残りが多いな。いや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 。頑張れ。いやいやって言ってますよ。ファイト。状況は青山さん悪くないですよ。さあしっかり吸って。二ターン睡眠ここで入る。いや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 。関西弁。待って待ってね。さあどっち行くか。少ない方行け。少ない方行け。少ない方行けっていう声聞こえてきます。少ない方行け。切実な願い。時間切れか。時間がない。となると少ない方行きますね。あっちあっち。同じ。あでも全体攻撃でしっかり削り入れながら抵抗。さあ第一しっかり使ってラピスを。融合した。動く動く。動く動く。スキル一をあえて打つ。絶対起こす。絶対起こすという悲しい。スキルさあ剣でバフ。どうだ。どうだね。ラピスで落とす。ああ。勝ったか。勝ったか。やったー。いや青山さんが一歩を進めました。え、やばい、あんたです、怖っ。お疲れ様でございます。やばい、すごいことになりました。はい、お疲れ様でございます。かなり皆様のコメントも湧いておりますが、はい、まずはね、選手の方々お疲れ様でございます。そしてコーチお二人、はい、はい、松さん、だいぶ今ね、すべてなんか固まっているようにも見えますけど、いや、まあ、頑張ってましたよね。いやでもなんか劇場型の試合で面白かったです。僕はあの本当に見応えがありました。いろんな見応えがあったんで。何が起こるかわからないからね、もう勝負の世界なので、はい。カリさん今の気持ち一言お願いします。いやなんかキャットファイトが見れたなみたいな。女性同士のなんかこう青山さんリアクションピカイチでした。いやーもう良かったです。いやそりゃ嫌やな。確かに。いやもう良かったですね。まあ多分お互いピックが早かったし番も早かったの、多分お互い決め、うん、やりたかったことをやって、はい、そのまあ結果っていう感じだと思うんで、
まあ良かったかなと思います。ありがとうございます、はい。戦ってくださいました選手の2人、そしてコーチの2人、お疲れ様です。お疲れ様です。一旦控室の方にご移動くださいませ。さあそして一旦トーナメント表を確認しつつ、はい、次の戦いのお知らせをさせていただきましょう。続いては第3試合になりますので、いよいよ飯田君との戦い、飯田君対国君の戦いが第3試合ということで展開されます。おお、そっか、このトーナメントだと青山さんが決勝に今、そうですよ、駒を進めたんですね。そうです。おー、青山さん決勝2位確定ですか。確定ですね。いやー、これは大波乱。面白くなってまいりました。面白い。さあ、ではということでございまして、現状を続き戦う飯田君と国君はバトルアリーナに移動をお願いします。いやー、面白かったですね。面白かった。うん、やっぱりこういう戦い見てるとね、楽しくなってくるんですよね。なんというかその、ま、知的な戦略もね、やっぱり様の中では非常に面白い部分だと思うんですが、こう戦ってる人間同士の感情がもう前面に出てくるのもやはり見応えがあるバトルだったんじゃないかなと。はい、お二人来ていただきました。よろしくお願いいたします。いやこの二人お願いします。お願いします。さっきの対決も楽しかったっすね。いや面白かったね。激戦続きじゃないですか。もう面白いですそう、予想外がめちゃくちゃいい勝負になるのがめっちゃ面白い。ただこの戦い見たい人多かったんじゃないですか。 やっぱりね、言い方悪いですけどね、実質継承かなと。おお、言いますね、はい。さあ、まずしかしどうなっていくかわからないのが勝負の世界でございます。お二人にですね、まずは聞いておかなければならないのが追加ルール使用するか否かでございます。まずは1位、ね、獲得しております。はい、飯田君はこれね、もう今持ってるカードは、あ、そうですね、もう制限、いわゆる対抗カードになるので、はい、はい。では一応まず国君から聞いてみましょうね。はい、はい。悪い顔してる。イチャついてんな。イチャついてんな。じゃあ国君、はい。めっちゃ睨んでる。追加カード使いますか。どうでしょうか。国君届いてないですね、気持ちが。気持ちが。国君、はい。カード、ルール使いますか。使いません。はい、ありがとうございます。じゃあもうこの瞬間ね、追加ルールなしで実行されることが決まりましたので。はい、お二人意気込みをそれぞれ伺っていきましょう。まずは現在1位飯田君、意気込みをお願いします。はい、はい。まあ国君は本当に24時間営業してたので、まあ、本気を出してもちょっと勝てるかどうか分かんないぐらい強いと思うので、僕は 150% の力で戦っていきたいと思います。おお、本気を超えていくと。ありがとうございます。最後の敗因になりますね。国君、意気込みお願いします。はい、僕今回2戦目なんですけど、いや、さっきの戦いで正直学んだこともあるので、それも生かしていきたいですね。うん、いや、なるほど、確かに戦いの中で成長する、うん、実戦経験で言えば今上に立ててる部分もあると。ありがとうございます。はい、ではお二人スタンバイの方に移ってください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、もろもろスタンバイができて画面が切り替わったらこちらね、適宜喋っていきますけども、それまで、はい、コーチお二人の気持ち聞いていきましょうか。ツッチー先生。はい、そうですね、国君さっきも言ってましたけど、多分1戦目って多分めっちゃ緊張すると思うんですけど、まあ、2戦目なんでちょっと気持ちのゆとりはあるんじゃないかな。なるほど、確かに。だからそのプレミとかも少なくなるんじゃないかな。なるほど、思います。さあ、すでにピックが始まっていますが、さあ、ファーストフランの選択肢を国さん取りましたね。バスティア、さあ、バスティアで、まあ、上から叩き潰そうっていう、バスティアなんで、それに対して速度リーダー、タイロン、ごめんなさい、シミ隊合わせながら何か他で速度キャラ合わせて取るのかどうか、これ国さんの受けるかどうかの選択肢ですよね。国さん受ける選択肢も持ってるので、ただ今日ペルナを使ったりするとこも見えてる、そして速度リーダーセアラも持ってる感じですからね。さあ、手持ちは完全に赤に赤さんクラスのピック。いや、手持ち気持ち悪いっすよ。さあ、ここまで来た、うん、ピックは完璧に上取って吹き飛ばす形。もうこれしかできないんで一瞬で決まりそうやな。ただこれができればでかいですね。クニーク負けても透けないでね。さあ、ベルデハイル、ベルデハイルで、ベルデハイルが出てこないですけどね、これ。うん、確かに。ただドラコで速度パ対策っぽいピックを見せていく、うん、ある意味ベルデハイルはアイデンティティみたいなところありますかね。ただ絶対ベルで取らないですね、このピック。うん、取らないですね。選択肢としてはペルナかベスカで悩む、まあ、ライカもいいですけどね。うん、まあ、この3キャラの中からの選択肢で、うん、あ、エトナを取ってきた。なるほど、ドラコ版ですからね。あ、
速取りダマンで確実に上行く。なるほど、まあ、一応フランも速取りだ。そうなんですね、 10% リーダーなんで。ただセアラリーダーをバーンされるかどうかですね。これ国君何消す、国君何消すんだ。さあルーン勝負になるかリダスケで決まるか。さあルーン勝負だ。ドラコって言ってたんですけど、ね、思いは通じず、敵を騙すには味方から。キクさん怒ってますか。ドラコって言っといたんですけどね。これは違います、キクさん。ルーンを見てこれなら 10% リーダーでも上取れるってこと。さっきドラコ迅速だよっていう話をしてたんですよ、1戦目で見てたんで。いかに暴走、おっと、いかにこうドラコの速度を見て言ったんですけどね。いやただあらいや、どうなるか分かんないですね、これは。めっちゃ緊張する。優勝負、優勝負。ドキドキしてるぞ。ただ、割り込めば。よし、よし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 、ドラコ上取って、おっとまずはこれは免疫残しつつ、エトナ縦割りでマフールシェンですね。しっかり決めて、まずは下げが入る、まあ、うん、でからの、いやこれ、まあ、しっかり縦割りつけていくんですが、まあ、ここからまあエトナが頑張れば、まあ、そうですね、まだエトナ縦割りとか、まあ、ここを選択肢としては、まあ、例えばローレンでステトのゲージ下げちゃうというのも一つ選択肢だったかもしれないですね。このバスティアが成立しなくなるんで。さあ、ただ縦割りつけてクリダメか、クリは出る。いいダメ、いいダメ、いいダメ。ここクリダメで組んでたんで。さあフランは持っていける。よし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 、いいよ。ここフラン触っていって、これはまずい、これいいよ、これはローレン、なんか1だ。時間切れか、時間切れだったのか。今舌をペロッと出してましたけども、ステージの魔物が牙を向いてる。さあ時間切れ、さあゲージ上げつつ、さあティアノで、さあ切れない、クリが出ない、クリが出ない。防御バフ入ってるのでかいですね。いやさあ、ね、この間にルシェンを落としていきたい、うん、ルシェンはとりあえずなんとか。でもルシェン処理権ない。さあ縦割りつけつつ剥がしをもう打つしかないが、これはローレンにしっかり打って削り飛ばす、うん、縦割り、OKOK、いいよいいよ。さあ上は取られたものの、さあいろいろちょっとした波乱みたいなものありましたがしっかりバスティア決めていきましたか ね、 そうですね。よしよしよし、いやこれは飯田くんのバスティア綺麗に決まって、エトナベスっていたんですね。エトナいたんですよ。エトナもいるんですよ。すごい、素晴らしい、決まりました。ありがとう。さあベルで入る今日も発狂しましたけど、お疲れ様でございます。この瞬間飯田くんの勝利が、はい、はい、言えました。お疲れ様です。さあ、お二人が戦い声で疲れているところでございますが、はい、まずはお二人、はい、これ移動はどうしましょうね。はい、ちょっと一旦、まあ、お話をさせていただくとして、コーチにお二人に話聞いていきましょうか。辻、はい、さん、そうですね、まあピック自体はね、あのお二人で話し合ってたような形ではやってくれてたので、うん、まあそれの上をも飯田君が行ってしまったから、まあ仕方ないかなとは思います、うん、はい。そしてキクさん、はい、先ほどね、多分聞こえてはなかったと思いますけどピックの件とか、ね、あったと思いますけども、まあはい、もろもろありましたけど、まあ、結果は勝てたんでよかったと思いますありがとうございます。さて、ここでね、また勝負決まっていきましたけれども、まだまだ戦い続いていきますんで、皆さん一旦控室の方にご移動くださいませ。お疲れ様でございます。お疲れ様でした。ありがとうございます、はい、さあ続いてなんですが、3位決定戦に移らせていただきます。3位決定戦なので、トーナメントでいうところの、ですね、クニーさんと、ま、そしてクニー君と並木さんですかね、ですかね、はい、はい、ここがクニー君と、あ、そうですね、クニー君と並木さん、はい、間違いないですね。クニー君と並木さんは、はい、今移動した直後ですけども、はい、スタンバイの方にしていってください、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、視聴者の皆様、現在コメント数いけそうですか、大丈夫です か、 どうですか。もうちょっと頑張ればきっといけると思います。ぜひぜひ消毒量ランっていっぱい打ってやってください。きっとね、あの我々の嫁がね、配信見た時に、あんたたち応援されててよかったねって言ってくれると思うんで、ね、いっぱい家庭を助けてください。今寝かしてる、寝かしつけしてるかな
さて、現在やっておりますキャンペーンなんですが、ニコニコ生放送のコメント1000ずつ、ね、はい、うまくいくとですね、3000コメントですね、次は3000コメント達成すると、はい、不思議な召喚書がもらえるキャンペーンコードが、ね、発行されます。公式ツイッターで発表されております。現在もう2枚発行されてますので、はい、まだチェックされてない方は公式ツイッター見てみてください。期限が23時59分までになってます。限りがありますので、しっかりと確認のほどよろしくお願いいたします。あ、いっぱい書いてもらってありがとうございます。ありがとうございます。さて、さ、現在3位決定戦スタンバイの方はできてますでしょうか。準備中ですね。まあ、できてなければね、ちょっとここまでの戦い振り返りつつ、はい、あ、いけましたか。大丈夫です、はい、あ、準備中。でもここまでの戦い、やっぱりその、あの、やっぱ準備量がね、結構見えられましたよね。確かに、うん、仕組みを作ってきたりとかね、ちょっとじゃあ選手の皆さん、一体どんな表情をしているのか見ていきましょうか、はい、あ、移動されました、ありがとうございます。並木さんと国くんの戦い、3位決定戦、はい、3位だ と、ポイントとしては10ポイント、大きいですよ、10ポイント大事ですから。4位になるか3位になるかでね、差も結構出てくると思うので、はい、しっかりとここで勝利を重ねていただきたいところではあります、はい、ありがとうございます。ではこちら部屋の方にまたコーチ陣お二人入ってきてくださいましたので、ルールを使うかどうかといったところを確認していきましょうか、はい、じゃまずは国くん、はい、はい、今回ルールを、追加ルール使いますでしょうか。使いません。使わない。使わない。並木さん。使います。はい。使いません。使わない。かしこまりました。ありがとうございます。では意気込みを一言ずついただきましょう。国井くん。はい。さっき悔しい負け方してしまったので、せめてここで勝って3位になりたいです。ありがとうございます。はい、並木さん一言お願いします。はい。ちょっとさっきやらかしちゃったんで、ちょっと頑張ります。ありがとうございます。両者取り返しに行く戦いとなりそうです。スタンバイが整いました。両者バトルの方始めてください。よろしくお願いします。さあ、まあ1戦目の反省、あれからピックしてほしいんだけどな。さあ、あれからピックで、あれからピック、あれからピックしてほしい。あれから、あれから、あれが来るかどうか、多分ドラ、ドラ、そう、ドラ、ドラ、ドラコから、そう、さすが、そう、分かってるね、ちゃんと。いやー、あんたら安定できるね。チラ見せベルで。いやー、俺も並木さんのピック見ても分かるわ、俺。ちょっと強いなと思ったら。で、ガロ、ガロ来て。ガロアンタですね。そうですね。あれ？あ、お？あれ？これは速度勝負いってますよ。俺ガロ走やと思ったんやけど。どうしたんや。変えてきた。あれ、上取りに来る。アンタですよ。アントレスいいっすね、これ、うん、ガロでもいいよ、目がいらんよ目がいらんよのコメント、ね、ただこれラストガニ読みなので目がいいんじゃないですか、これ逆にバンがちょっと多い、まあ、普段が噛みますけど、普段がバン垂れるんであれば、はい、これ噛み合ったか、助けてないってさあ、おー、28%つかないよ。さあ、ここはダンジョンではありませんが、気持ちは 28% 速度を乗せて上を取りに行く並木さんの気持ちの乗ったリーダースキル選択、決して 28% ありますから、そう、ハードの、さあ、ハードの勝負、さあ、全然気にせず行きましょう。何せアンタレスいますから、速度なんてもう関係ないんですよ。超越していきましょう。あれ、ミスったよ。さあ、ベルで縦割りしっかりつけて、タオルでおそらくはエギルをもう狙って凍結取り、まあ、両方いった、両方いったあ、それ見越してあ、もうシュッと順に動けばね、うん、まだワンチャンありますか。そうですね、もう毎ターンピコ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 、うん、まあさっき相当してました。いや、よう動いてた。さっき暴走も絡んでましたしね。いいですよね。タオル戻して、あ、しっかり剥がしてね。いやあ、お疲れ様でした。さあ、国井くんがこの瞬間3位となりました、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。おめでとうございます。おめでとうございます。さあね、選手の皆さんにはこの後しっかりお話を聞く時間がありますので、はい、一旦コーチのお二人聞いていきましょうか。はい、はい、じゃあまずは松さん、はい、はい、今のお気持ちいかがでしょうか。そうですね、やっぱリーダースキルが 28% 取れてればワンチャンあったかなと思うんですけど、さあ、スキル修正に期待ですかね。そうですね来たらむちゃくちゃですけどね、そして辻さん、そうですね、男女じゃなくてよかったですね。おぉ、男女じゃ男女続いてましたからね。あ、そうね、うん、きっとこの後ね、あの控え室で何かが起こるんだと信じてますね、はい、3位決定戦、はい、いい勝負でした。
き参加された皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。ではこの後いよいよ決勝戦のスタンバイに移りますので、一旦控室の方にご移動ください。ありがとうございます。じゃあ一回トーナメント表を見ていきますか。はい。はい、先ほど、皆さん展開していきました戦いになった上で、アールドアリーナトーナメントは青山さんと飯田くんの決勝戦という、はい、こちらの並びになりました。はい。はい、実質も青山さんの準優勝、そして優勝のポイント入ってくる可能性も確定しますね。ここはポイントは20ポイント以上確定しますよね。はい、でここで大きく、しっかりポイント獲得できるかどうか見どころの一つとなっております。はい、青山さん、飯田君はスタンバイの方に移動をお願いいたします。はい、そして、カニさんとね、キックさん、こちらの方にお越しください。さあ、二次覚醒キャラを使って青山さんに勝つのか、青山さんが二次覚醒使って勝つのかどうかですよね。まあ確かに特別追加ポイントもね、はい、ありますので、国さん先ほど二次覚醒キャラ使ってなかったと思うので、うん、ピックさえすればね、あのピックして勝てばいいので、その戦いに使用されるかどうかではピックでもう使用、そうですね、使用とみなしますので、はい、さあこの最後の決勝どうなるのか、コーチのお二人こちらに来てくださいましたので、まずは特別ルール使うか否かというのを聞いていきます。皆さん改めて確認ですが、今回決勝戦は日本選手となりますので、日本選手となりますので、うまくこの、2回戦うという部分を利用してポイントを取りに行くのか、はたまた、力を見せつけるのか利用してください。ではまずは青山さん、はい、ルール使いますでしょうか、どうでしょうか。これいいんだよ、お願いしてもいいですか。いいですよ、いいですよ、もちろんもちろんいいですよ。使おう使おう。さあ飯田君試されております。これを受けて果たしてどのように試合を運んでいくのか。あなたが持っているカードは何でしたっけ。その今出たカードをさあ届いてますかね、音声。いや、これはもう男見せますか。僕は使いません。おお、これはいい、これは受けてた。とうとう髪がないとか言ってなくしてたんですけど、まさかのなくしただけ。ちょっと待って、カニネコチームそれパクってないですか、大丈夫ですか。あ、パクったかもしれないです。まさかの髪なくしたって言ってますけども、最高できない。ただ、いいカードですよね。決勝戦日本選手になるので、はい、1本目のみという形でいいですね。今回の戦いのみ、こちらのルールが適用されます。では意気込みを伺っていきましょうか。では青山さん、はい、一言お願いします。これでワンチャンかけたら優勝したいです。よいしょ。それを受けて飯田君、まあ制限を受けても勝てないと意味がないと思うので頑張ります。すげえ。さあ、しかし先ほどからペロッとしてるけど、ちょっと若干変態性を感じた。大丈夫ですか、配信上ね。ではお二人スタンバイの方に移ってください。良きタイミングで画面切り替わりましたらこちらの方で思います。ファースト来い。ファーストお互いにファーストを絶望する。ではスタンバイよろしくお願いします。どうぞ。さて、キクさん、はい、カニさん、はい、今回2本抜けましたけども、どうなっていくと思いますか。お、ファースト来るんじゃないこれ。いや、これもだって飯田君だってもう順号持ちすぎなんで。あ、来たうちも順号に全部寄せてるんで。絶対ね、順位以下使いそうなやつを取るんだ。自分も順号使えないですからね。よし、まずいよ。いよ、うん、ティアナ使えないんだよなという声を聞こえてきますが、ティア使えないんです。お互い使えない。キモなんだよ。ティアナの奪い合いですよね。でしょ、ルシェンか。ルシェン取んないとキックさん怒るかな。先生に怯える。マジ、まあ、上取れないっていう方法もあるんですけど。マジ、解説しながらやってくれてますよ。これは普段ペリスコープでの配信が生きている。やはり見てるからの視聴者を意識した戦いが。さあルシェン取って、さあ何を取るか、まあベルデはありですけどね、早いならエンターテインメントマッチ、ね、さあもうここ裏切りのティアナっていうのをちょっと見て笑い一笑い。裏切りのティアナ、裏切りのルール超越する。いや、ありだ、ありですね、ありですね。もうもうここまで来たらもうありですね。ありですね。ありなんだ。こっちだけだよ。ベルで逆に取って、も
もうこうなったらですよ、二次覚醒Lシャでポイントをさらに取りに行った、ね、さらに取りに行った。おお。テシャ、テシャ、テシャ。無線取るならテシャいますけど何かというメッセージ性感じる。これはテシャールを順号と認識していない。持ってんな。順号ではない。順号ではない。これはコナコナミアの風属性。そのピックイン。自分が順号と思ったら順号っていう ね。これバナードですって言ってね。バナードですって。ありあり。さあ盛り上がってまいりました。回数の盛り上がり。さあこのラストピックね。ラストピック決まってると思うんですけどね。順号チラ見せでもいいですけどね。チラ見せしていただいてね、ここで順号ピックしても負け先輩っていうのもありですね。あの青山さん取ってもいいですけど、あの取っちゃダメなんだ。飯田君なんで欲しいんですか。カリー、カリー、カリー、おしゃれ、嘘や。なんでカリ？なんでカリ？あのカリは何ですか？完全に属性も違いますし、これおこですかね？これナメクですか？あれ、そういうことしちゃうんですか？飯田さん、なんか媚びようとしてますか？これもしかして青山さんに。あー、なるほど。ちょっとお近づきになろうと。さっきペロペロしてましたからね。なんか下舐めてしました。さあ、そんな下心で大丈夫か飯田？最初にチラチラしてたシミタエいたじゃん。シミタエでいいじゃんですね。あえてカリンでいいですよと。さあ上は取っている。さあ0-0のカウントも出てきて、まずはゲージアップで上取れている。まあローレンかベラデかどっちかいくか。カリンはついてる、まあ、ついてるっぽいよゲージ的に。あれ多分バレバレ用のあカリンで多分闘志ついてるんで。あれメーガン抜かすのか。いいですよ。ややここでしっかりまず剥がして、剥がしを打て、レールで入るですかね。剥がすなら、あ、あのそっちだ。あ、まあそっちでも、まあいい、まあまあ、あ、割れたか。まあ解除しても回復しても意味ないので、ここは攻撃ではですね、いや、飯田さん、いいプレイですね。凍結誰狙うかで、まあ動き順的にはラピスもいいですが、ね、しっかり凍結取って、メイガン起こしてくんねえのか。起こさないでしょ。あ、それさっき見ましたから。さっき見ましたからね。あれ起こしてくれるもんだと思って。鉄板ネタじゃないですか。サマナーズそういう鉄板ネタやるやつじゃないんで。さあしっかりローレン削っていって、もう少し倒しきれそうなところで攻撃いらない。さあここからゲージアップ。ベルデをしっかりベルデ下げて、ベルで倒しきたい。これメイガン攻撃バフゲージアップからのっていう展開ありますからね。さあゲージアップからのラピス全体ゲージ吸収からの、あるきつきつき、あるよ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 。さすがに落ちる落ちる、やばい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 、あるよあるよ。キクさんも盛り上がってきた。フライ行け、フライ行け、フライ行け、なんだ、あーしっかり落ちる、落ちる、ウェイウェイ、おっさい、ボディービルの試合張りのマーカー、切れてるよ切れてるよ切れてるよ。さあ肩にちっちゃい重機乗せてますか。さあ、キシンが寄ってる。さあ、キシン宿して、どうだ、ローレンの腹筋は OKLDK か。いけいけ。さあ、一気にコメント肩回ってないよ。さあ、肩あんだけ回したのにね。いや、結構回復手厚いんですよね。ベラでいるんで、ローレン回復しながらで、ラピスでゲージ吸ったりしながらね。ラピス自身も回復できるんで。さあ、二ターン制に取ってしっかりゲージ下げ入れていきたいですね。しっかり入れて、さあここはローレンなんとかして早く処理したいが、回復ゲージアップがありますからね。いいね、ベラデオン活躍。さあさっきドヤ顔で、まあルールこいつ勝てなきゃいけないんだみたいな。さあ後でその顔だけリプレイでもう一度見たいですね。見たいですね。家に使われる素材ですよ、あれマッド素材ですね。これで言われるでしょうね。飯田は所詮遊ぶからなって。言われる言われる。ビーストですね。ビーストですよ。サマナカイのビースト。さあしっかり。よしよし落とせ。よし。おお。よし。やった。ありがとう。さあということで一本もう優勝したかのような。はい、すげえ。感情が表に出すぎている。まだ2ポイント選手なんでね、
もう一回勝たなければ青梅さんいけませんけども。そうですね。ねえ、さあ飯田君のやっちまったというか、ね。ガチのやっちまった顔してますね。多分今一番飯田君が恐れてるのはキックさんでしょうね。めっちゃ怒られるわ。本当に下手なことできないんでね。もうだって崖っぷちですから。さて、まだまだ戦いは続きます。2ポイント先取になるので、続いての戦い。はい、もう追加ルールは現時点で青山さんが使ったので、もうね、はい、打ち消しのカードしか持っていない飯田君が、ね実施することはできないので、でねまあ、このままストレートに試合が展開されるという形になります。さあ、ただ青山さんが他の人のカードを奪ってきてる可能性ありますけど、ね、そんなことまでするんですか？いろいろ隠してる可能性ありますよ。そんなことまでできるんですか？強奪という可能性もあります。現在1ポイント選手、青山さん。続いての決勝戦、第2試合移ってもよろしいでしょうか？はい、はい、では行きましょう。で、おのおののタイミングで、ぜひバトルの方をスタートしてください。青山さん、浮かれてるな嬉しいんだろうな。嬉しそう、嬉しそう。何気に初勝利なんですよ。あ、確かに。あ、そっか。なので本当にめでたいことなんですよね。確かに、トーナメント決勝で、決勝で初勝利。もちろん1個前に並木さん勝ってはいるんですけど、ね、もう1本か、かなり好感度を、ね、上げていってる印象ですけども、はでは行きましょうか、第2試合。果たしてこのまま青山さんがぶっちぎりで優勝をもぎ取っていくのか、はたまた飯田君が追い返すのか、はい、第2試合の展開いきたいんですけれども、ちょっと1回、コーチ陣、はい、話を伺ってもよろしいでしょうか。キックさん、今のお気持ちいかがでしょうか？いやちょっと後で裏に呼び出そうかなと。あと無敗で行けよということですか。そうですね、ここまでね。ここまで来たらね。うん、受け付けないとダメですよ。なるほど。はい。カリさんいかがでしょうか。いやエルシャじゃないや。ベラで使って勝ったんでポイントが、うん、そうですね。美味しくなってますよね。5ポイントもプラスで入ってますから。はい。なのでちょっとこの調子でね頑張ってほしいなと。まあ強奪してきたカードをね後で。自分で書いてもいいですからね。自分で書いてもいい。マジック置いてあるのかな。はい、ありがとうございます。はい、ではちょっとここでですね飯田君にルールを使うかどうかという、はい、判断を一応はい行くぞということなので、はい、行ってみましょうか。飯田君。はい。今あなたが持っているルール使いますか、どうでしょうか。今キックさんどんな感じの顔してます？仏様のようなにこやかな表情されてます。あ、本当です。エギルみたいな顔します。エギル、はい、みたいな。制限なし使います。使うと、とりあえず一旦使って予備でね。予備で、ね、予備で、はい、予備で、まあまあ、打ち消しのカードになるので、はい、改めて一応使っておくとということでありがとうございます。では通常ルールでの戦いということで、はい、改めて進行させていただきます。両選手スタンバイ整いましたら、ぜひ戦いに移っていってください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、まあ、青山さん実は2枚目持ってるんじゃないかというね、その懸念からのカード発動。そこまで読んでですか。読みの先トラップカード発動みたいな感じだったと思うんですけれども、まあそこはもうやらずということでね。さあファースト取ったということは TTTTTTT あ、ルシェーン。ナイス。さあただティアナは譲る。ルシェンなしでいける、いけますからね、戦いできるんで大丈夫。ティアナを取るかどうかというところ、ルシェンティアナでルシェン選択。仏のキックもこの時はエギル顔。エギル顔って何だっけ。いいコメントありました今。さあエギルの顔も3度まで。セアラも持ってんのかいな。エギルの顔です。さあピックが鬼畜ですね。そうなんですよ、もう順号並べるだけですから。ずるいわ。順号並べるだけ汚いわ。ペルナも取って。ペルナもいるんです。ペルナもいる。ペルナもいるんです。飯田、さすが汚い。汚いな。さあ、ずるいぞ。そして、ラスト、水合わせ。これは、プランで速度リーダーですかね。素晴らしい選択。素晴らしい。まあ、セアラバンを見せかけるような形ですよね。うん、これね、やっぱずっと前からもうほとんどピックのやり方変えてないんで、だからまあ対処が上手くなってきてるのかなと思うんですよ。いいですよね、うん、やっぱりそのまずこの形練習しようっていうのが大事なので、ワールドリーグはやっぱ決められたある程度のキャラクターをしっかり準備してそこから戦っていくってすごい大事ですから、ね、うん、僕ももうぶっちゃけ10種類ぐらいしかメインで使ってないですからね。あ、さあエトーナ持ってんな。そうなんです。ここエトーナでも水パンでもいい、なんでもいいもん。さあバスケットを残すかティアナ残すか、縦割りなければということですかね。
先ほどドラコの腰で盛大なお叱りを受けた飯田さん、しっかりメイガンバンするのかどうかですね。さあこれによってはエギル顔の可能性が出てきます。さあエギル顔なるかどうか。飯田選手ギリギリまで、あーっと、これはセーフ。これはセーフ。あーっと一旦エギルセーフでしたね。これはキックさん、ね、大丈夫ですか、この番で大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。さあキックさんもね。まあでもまあ普段でもこの場合は大丈夫でしょう。ロドリーダー消して一体なんで今回それもリーダーが。なんとかちょっと安心そうな顔をしてますけどキックさん。いやここからですよね。ここからです。さあまずゲージ上げの。あ、操作ミスなかったですね。操作ミスとかまで不安要素しかない。縦割りがしっかりついていくかどうか。まずは2体についた、ね、さあどちらから飛ばすか。まあどちらでもフェールなでしっかりルシェン飛ばして青山さん頭を抱える。ごめんなさい、ごめんなさい、どこかのお申し訳ない。でもあらキックさんさごめんなさい、連呼で煽っていく。さあここでありがとうございました。1ポイント1ポイント2 さっき上げた好感度が好感度がね、さあ一気に好感度マイナス50ぐらいやっぱ注目せーよ。なんすいません、表情表情ねえ、これはちょっと天と地の差と言いますか、こんなに温度差が出るのはなかなか珍しい状況ですけど、青山さんさっき待ってたのに今ふざけんじゃねえよみたいないいギャップ感ありますけどね。次がいよいよ最後の一戦になっていくと思いますが、はい、改めて意気込み聞いていきましょうか、はい、ではまずは青山さん一言意気込みをいただいてよろしいでしょうか。意気込み青山さんありますか。はい、頑張ります。ありがとうございます。ちなみに2枚目のカード持ってますか。追加ルールの2枚目のカード持ってたりしますか。あ、なさそうです、大丈夫です。はい、よかったです、すいません。はい、失礼しました。こっちの話だ、はい、こっちの話です。こっちの話、はい、すいません。では、飯田くん、一言意気込みお願いします。そうですね、まあ、ちょっとキックさんの顔が怖いなと思ったんでめちゃめちゃ気にしてる。負けたらもう多分あと本当にちょっとやばいなっていうのがあるんで、ちょっともう本気でいきます。本気で、今ちょっと胃が痛いんでどんな相手にも全力を尽くすと宣言いたしました。ありがとうございます。では行きましょう、運命のトーナメント決勝戦。チャンピオンがどちらになるのか、勝負スタートしてください、お願いします。いやー、いよいよ決まりますね、この5ヶ月の最後の戦いです。集大成。さあ、お、ファースト。さあ、お互いに自分をサムネにしているわけなんですが、これティアナ取ってバステッドバーンしたら神だよな。さあ、ただおそらくティアナピックに対しても答え持ってたりしますよね。このティアナ取られた場合でもお客さん準備はあるんじゃないですか。まあでも速度リーダー2枚入れたりとか、うん、シミタエティアナと変えてきた。もうバステトはもう取れるからいいよと、セアラ使いませんよっていう PR ですか、これは。それとも速度リーダー2枚取りますよっていう、2枚取るのか。さあ、バステトしっかり取って、うん、持ってないのは分かってますからね。うん、風風風。いやー、ちょっとなんか先ほどね、並木さんが使ってたアントレスちょっと借りていきたいところですかね。借りたいっすね。さあこれ見て、そう、うちはね、火のキャラが全然いな、引けなくて、うん、それ見ての風寄せです、ね。まあ、ベーラー、これジャンヌ、ベルデとかもいいですけどね、うん、ベルデジャンヌいいですけどね。デシャルいった、やっぱり愛ですよ、愛です、愛です、愛。さあ、セアラで2枚速取りだで絶対上取りマン。ティアナのスキルを確認して、いいですよ。抵抗リーダーですかね、これ。抵抗リーダーを消す、ジャンヌ抵抗リーダーを選択するっていう青山さんの戦略かもしれませんね、これ。さあ、これバンは、まあ、メーガンっていうところもあるんですけど、これ抵抗リーダーちょっと怖いですけどね。そうですね、これちゃんと飯田さん考えてバンする。おーっと、ちゃんと考えてます。いや、上は取れるという。そうですね、キクさん、これエギル顔になってないです。素晴らしい。今もうピックバウンが終わった瞬間にね、みんながキクさんの表情確認する。はい、フラン顔でした今、完全にフラン顔。フラン顔、非常ににこやかなね。さあ、ここでしっかりバステトで上取って、早いな。これ巨人をしっかり回ってきた、うん、まあ、あの巨人のタイムアタックからもおそらく感じる、巨人しっかり積んできたっていう感じの、積んできました。早
でやっぱバスティアやる人でね。あれれあれれあれあれいいのかいいのかいいんだよいいんだよ古いんだよ画面触りたい画面触りたいもうだってやっぱ強いよ流行語大賞決定画面触りたいこの瞬間ワールドアリーナトーナメントチャンピオンは飯田くん輝きましたおめでとうございますありがとうございました純粋に今の気持ちを一言飯田くんお願いしますはい1回戦目負けた時キックさんの雰囲気が本当にお前分かってるよなっていうのがバシバシ伝わってきたんで壁越しなんだね本気でいきましたがすいませんなんとか優勝できたんで許してください嬉しいですキックさん、はい、許してくださって言ってますがいやもう結果は全てなんでしっかり優勝してくれてよかったですありがとうございますありがとうございますさあトーナメント、こちら改めて確認するとこのような形になりました皆様戦いお疲れ様でございますいよいよウィンターカップの総合優勝こちらのトーナメントの結果を受けて今までのポイントを合算した総合結果をこの後発表させていただきますので一旦塾生の皆さんそして先生の皆さんもバトルアリの方に移っていただければと思います我々も移動しますのでその間旗パイセンすいません繋いでもらいたいんですけどちょっとその間に、3000コメントを超えましたので不思議な召喚書をプレゼントでございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます公式ツイッターでご確認ください23時59分までこちらねクーポンコード配っておりますのでぜひチェックしてください不思議な召喚書3枚もらいます、ありがとうみんなご協力ありがとうでは旗パイセン繋いでくださいよろしくお願いします皆さんありがとうございましたお疲れさん皆さんお疲れさま皆さんどうぞどうぞ前の方に並んでください最初と同じ並び位置でいいですかね最初と青海はそれを最後まで持ってるのかなこれは最後まで必要なものですよ相方だね相方ですねいや皆様お疲れ様でしたはいどうでした楽しかったですかちょっと長丁場になりましたけどねあそうですねでもあっという間でしたよね、うん、やってる側は結構あっという間です、ねうん、結構ね先生たちの方が意外と緊張してる時間も長かった印象なんですけどね。じゃ、翔徳さん、はいはいはい、こちらです。びっくりしちゃった。先生側にいらっしゃいましたがね。はい、いや実況席も盛り上がってましたね。はい、めっちゃ盛り上がってました。画面触りたーい。流行語。2019年の流行語が出ましたね。浜中会の流行語大賞。いやでも本当に皆さんお疲れ様でした。楽しかった。見てても本当に楽しかったです。楽しかったです、うん、本当に。さて、あ、来ましたね、今、総合結果を私、受け取ってまいりましたはい、ちょっとですね、波乱の結果になっておりますお、はい、では皆様、スタンバイよろしいでしょうか、はい、改めまして、はい、サムライ塾ウィンターカップの総合成績を発表させていただきます、はい、まずは、第5位からの5位からはい、5位からの発表です5位はなんと同率2チームございますおお2チーム35ポイントを獲得されましたピンク同盟そしてチームキング5位ですおめでとうございますお疲れ様でした続きまして第3位の発表です第3位は50ポイントを獲得されましたカニ猫合戦、青山さんとチームコミニクニー君同率2位です同率2位ですかね、この場合は表現としては3位という形で表現としては3位という形になっておりますなるほどなので、まあ、ポイントとしては状況としては2位に見えるんですが3位という表現という形で発表させていただいております最後勝ったのでかいんですねやったそして皆様今大会サマラ塾ウィンターカップ総合優勝は76ポイントを獲得されましたチーム K 飯田くんおめでとうございますありがとうございますさすがすごいありがとうございますすごいさすがでございます飯田くん圧倒的な差をつけての1位ということでございます改めて、感想を伺っていきたいんですけれどもまずはその前に1位輝きました飯田君にトロフィーの授与がございますので塾長
準備お願いします。一礼して、あの輝くあの子が皆様が、どちらで。ではせっかくですので、前の方に来ていただいて、飯田君一歩前に来ていただいて、センターじゃあよろしいでしょうか。はい、飯田君優勝おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。これ武器が渡す方があるよね。ここがいいですね。ここがいいですね。そして同じくチーム K として飯田君を優勝に導いてくれたコーチキク先生、はい、一歩前へお越しください。では旗パイセンから、ウィンターカップ波乱は続きます。お疲れ様でした。おめでとうございます。優勝おめでとうございます。すごい。トロフィーを手にして今の気持ちを伺っていきましょう。まずはそうですね、キック先生、はい、今の気持ちいかがでしょうか。そうですね、まあ、飯田さんが毎日頑張ってるのを知ってたので、もう結果が出て本当に良かったなと思っております。ありがとうございます。本当にお疲れ様でした。飯田さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ここが、ね、今一番ちょうど照明が当たる場所なので、はいはい、輝きが、ね、違うので。では改めて、はい、チャンピオンになりました飯田君、はい、今の気持ちをお願いします。まあ、正直まだ優勝した実感がないんですけど、まあ、本当勝つためにね、寝る時間をなくして顔白いですねガチでやってたんでもう夢の中でも召喚してハトホール引いてるぐらいの気合でやってたんで、まあ、エクセレントの方にも、もちろん自分の入ってるギルドの方にも本当に、すごい協力してもらって取ったものなんで、本当に皆さんありがとうございました。キク先生も本当ありがとうございました。これからもこの勉強したことを生かして様々やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。素晴らしいコメント、はい、ありがとうございます。飯田君はね、この配信としても結構周りから強みに当たられることも結構ありましたけれどもその壁を乗り越えてこの、ね、チャンピオンというポジションに到達することができました。改めてこの大会としての戦いとしての、ね、コメントをですね、まずは、パイセンと塾長に伺っていきましょうか、うん、はい、パイセン、はい、畑さん、改めて大会として戦いとして見ていてどうでしたか。いやでも本当にこの5ヶ月間ですか、たった5ヶ月でこんなに皆さんが成長して強くなるっていうのがもう本当にすごすぎて、なんかちょっと感動しますよね。でこう身近でやっぱ先生たちがあのついて手取り足取り教えてる姿とかも見て、私何よりもこの皆さんが戦ってる時に控え室とかで先生の方が緊張されてるんですよ。なんかそれがすごい愛があるなと思って、すごいなんか素敵だなと思って楽しませていただきました。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます、うん、じゃあ塾長、まあ、最後の締めはね、また改めて一言もらいますので、大会としての一言をいただいてよろしいでしょうか。まずは飯田君優勝おめでとうございます。はい、でまあ、今回あの順位は、ね、ついたんですけれども、まあ、全員が本当に頑張ってやってきたってことはもう見ている皆様本当伝わったかと思います。今日はまあ当然対人戦の部分もあったんですけど、やっぱその対人戦にたどり着くまでの過程の部分も見ていただけたと思っていて、やっぱそういった部分を見ると、まあ、その順位関係なくみんなしっかり頑張ってきたっていうことが伝わったと思っていて、僕はそれがすごい嬉しかったです。はい、あの本当に素敵な時間ありがとうございました。皆さん、はい、皆さん視聴者の皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ではここまで頑張ってくださった、サマナ塾生徒の皆さん、そして先生の皆様にもそれぞれ気持ちを聞いていきましょう。はい、では順に伺っていきたいと思いますけれども、国井君、チームコンビニからいきましょうか。はい、はい、もう本当に楽しかったですね。今回の放送っていうことじゃなくて、この企画自体が本当に楽しくて、もうサマナーズ王に本当どっぷりハマってる日々を過ごしていて、これから もう本当にずっと続けていくんだろうなっていうぐらい楽しいゲームだし、もっとこう強くなって、もそれこそいつかこれ個人的に飯田さんにリベンジしたいなとか思ってます。はい、本当ありがとうございました。こちらこそ素晴らしい戦いを見せてくれました。ありがとうございます。では土井先生、はい、そうですね、本当国井君はあのタワーのハードとかもね、2ヶ月以内とかでクリアとかしてくれて、まあ、本当に頑張ってくれてましたし、で、まあ、今日も、まあ、負けはしましたけど、まあ、今までやってきたことが十分に発揮できたんじゃないかなと思いました。なのでまあ今後もサマナーズを国井君には楽しんでもらえたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しいコメントいただきました。では先ほどチャンピオンとして一言いただきましたけれども、改めてこの塾生として
やってきたことも伺っていいですかね、その全ての総評といいますか、はい、お願いします。はい、まず結構長い期間やってて一番思ったのはやっぱ楽しいと思うか思わないかがすごく大事かなっていうふうに思って、結構自分は召喚してる時とかも、まあ、例えば家でワールドアリーナやってる時も、まあ、ちょっと一喜一憂しながら結構やってるっていう感じでやってたんで、まあ、苦しいとかなんかちょっとまあやっぱ長い期間ずっとまあ周回してると大変な一面もあると思うんですけど、やっぱこうやって勝ったりとかなんか結果が出た時とかにすごいやっぱその喜びっていうのはサマナゾーはやっぱ難しい、いろんな意味でこう難しいゲームなんですけど、でもそこを超えた時の喜びがすごくあるゲームだなと思うんで、皆さんもぜひやっていただけたらなというふうに思う感じでした。はい、心の底からの笑顔をいただきましてありがとうございます。じゃあ同じく菊先生。はい、勘違いしてるかもしれないですけど、これ5ヶ月なんですよ、うん、こんなに急成長する人たちって本当にいないと思うんで、これから始める人たちの本当にお手本になってくれたと思います。まあ、飯田さんも毎日毎日集会頑張っていろいろ質問してきて、まあ、楽しそうにやってくれたのが本当に一番良かったなと思います。最後本当に結果出て良かったです。ありがとうございました。菊さんありがとうございます。ありがとうございます。続きましてチームキング並木さん。はい、今回もたくさん松先生にもう聞きすぎるぐらいたくさん聞いて質問とか聞いてきたんですけど、まあ、1位にはなれなかったんですけど、すごい今日も楽しかったですし、またもっと強いモンスターをね育てていきたいなと思いました。ありがとうございました。並木さんもありがとうございます。そして後ろでどっしりと、ね、見守ってくださいました松さん。はい、そうですね、キックさんもおっしゃってましたけど、まあ、この企画を通して、まあ、最初、まあレベル17で、まあ、1人ちょっとズルした人もいましたけどみんな15ぐらいの、ね、スタートで、まさかこの5ヶ月足らずでこんなにハードタワー登ったりいろんな宿題クリアしてここまで強くなって、そのみんなに見てもらえるような、試合をできるようになったっていうのは、まあ、すごい、まあ、個人としてすごいなって思って、まあ、これから僕も、まあ、やっていくんですけど、見習って頑張ってやっていきたいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。説得力たちがありがとうございます。で続きましてチームピンクあやみ。はい、ここに来るまでにギルドのメンバーの方もちろん先生となんかすごい協力してもらって集会とか教えてもらって、でやっと国君といい勝負ができるようになったので、そこにすごく感謝して、これからも楽しんでサマナをやっていきたいなと思いました。ありがとうございます。はい、素晴らしいコメントいただきました。そしてずっと見守ってくださいました未来先生。はい、そうですね、今回、まあ、順位的には良くなかったかもしれないけど、最終的にあやみが楽しいって言ってくれてよかったなって思うし、今までやってきた5ヶ月は絶対これからも身になることだと思うから、これからも楽しんでもらえたらなと思います。お疲れ様。ありがとうございます。ありがとうございます。そしておはようさん。はい、泣きそう泣きそうですか。泣きそう。あ、泣きそう。そうですね、この、うん泣いてやった。なんかもう今エンジェルモンの泣き声ですかね。いやでも大丈夫ですか。この5ヶ月間ずっと、まあ、いろんな仕事しながら時間ない中たくさんの人に支えられて